皆さんこんにちは。いい日旅立ちで大ヒットした元アイドルでおなじみの山口百恵さん。山口百恵の悲惨な癌闘病の現在と三浦友和の息子の逮捕の実態について紹介します。まずは山口百恵さんの経歴とプロフィールから紹介します。山口百恵は日本の元歌手女優です。戸籍名は三浦百恵であり旧姓は山口です。配偶者は俳優の三浦友和。1980年11月19日結婚。長男はシンガーソングライター俳優歌手の三浦祐太郎で、次男は俳優の三浦貴大です。活動時の所属事務所はホリプロダクション現ホリプロ、レコード会社は CBS ソニー現ソニーミュージックエンタテインメントに所属していました。山口百恵は東京都渋谷区に生まれ、幼少時を神奈川県横浜市瀬谷区、当時は戸塚区、小学2年生から中学生でデビューするまで横須賀市で過ごしました。彼女は横須賀市立鶴久保小学校を卒業し、横須賀市立入山津中学校時代にスター誕生に出場しました。日の出女子学園高等学校を卒業した後、1972年12月にオーディション番組スター誕生で牧場由美の回転木馬を歌い準優勝し、20社から指名を受けました。彼女が同番組に出演を応募したきっかけは、同い年の森昌子がテレビで活躍しているのを見て、自分も森昌子さんのようになりたいと思ったことでした。同番組では審査員の悪友から、あなたは青春ドラマの妹役なら良いけれど歌手は諦めた方が良いと言われました。1973年4月映画年頃に出演し、5月21日に同名の曲で歌手としてもデビューしました。彼女は森昌子、桜田淳子とともに花の中3トリオと呼ばれ、デビューのキャッチコピーは大きなソニー大きな新人でした。1973年5月20日デビュー曲の発売される前日に、雑賀屋横須賀店の屋上にあるステージで地元でのお披露目として年頃を歌いました。現役歌手として最後のテレビ生番組出演は10月13日放送の山口百恵スペシャルザラストソングでございました。日本テレビ NTV 紅白歌のベスト10の特別番組として放映されました。正式な芸能活動の完全引退は10月15日のホリプロ20周年記念式典でございました。その時に歌われた曲はいい日旅立ちでございます。式典の後、同ホテル内において午後8時半過ぎに引退記者会見が開かれましたが、記者の大阪から開始直後に前列にいた100名近いスチール用カメラマンと後方のビデオカメラマンとの間で揉める場面もございまして、中断しかねない状態となりました。この会見はこの当日放送された水曜スペシャル特番山口百恵今夜旅立ちテレビ朝日で番組の終わりに一部生放送され、これが芸能人として事実上最後のテレビ生出演となりました。引退時は21歳、22歳の誕生日の約3ヶ月前で、芸能人としての活動はわずか7年半ほどでございました。引退までにシングルは31作の累計で1142万枚。1970年代に最もレコードを売り上げた歌手でございました。赤く艶やかないちごやりんご、色とりどりの小花役先、ポップな水玉模様、いくつもの布地が見事に調和し、一つの世界観を作り上げています。このキルト作品の作者はかつて山口百恵として絶大な人気を誇った三浦百恵さん64歳です。彼女の作品が多くの人々の目を引きつけていたのはキルト作家鷲沢玲子さんの展覧会でのことでした。鷲沢さんはキルト教室を主催するだけでなく、著書も多く出版している百恵さん菓子と仰ぐ人物です。1988年より鷲沢さんに師事する百恵さんは今年でキルト生活35年目となり、現在はプロ級の腕前だと言われています。現在の山口さんはファンの間で劣化したと思われることがあるようです。実際に現役時代の画像と比較すると違いは明らかですが、現役時代から40年も経っているので当たり前ですよね。ただ当時の面影はまだ残っており、各パーツはくっきりしていますね。山口さんは引退後公に姿を現さないことから体調面も心配されていました。
中にはがんを宣告されたという噂もありました。現在は公式の情報では特に体調不良であるという公表はないため、健康な状態だと考えられます。がんであるという噂はネット上でかなり多くささやかれていますが、情報のソースが不確かである以上断定は難しい状況です。やっぱり桃江ちゃんは男性からモテモテすごかったと思います。さすがにオールスター人気投票4年連続1位だったですし、女性からもモテていましたからね。歌唱力勝負の歌手たち、可愛いで勝負のアイドルたち、美人で勝負の女優たち、旧大天クラスでも全てを兼ね備えて進化してプラスアルファの魅力で人々引きつけたスターオーラがすごかった。昭和の永遠の大スター、それが山口百恵さんです。1974年、大志田玲子は作曲家の徳良俊一と結婚した。前年、山口百恵も映画年頃で芸能界デビュー。映画と同時に同名の曲年頃で山口百恵は歌手デビューも果たしている。山口百恵が徳良俊一邸にレッスンに訪れたその日も、デパートに買い物に行くために妻の大志田玲子は入れ替わるように家を出た。途中で忘れ物をしたことに気がついて家に戻った大志田玲子が発見したのは、全裸で徳良俊一とレッスン中だった山口百恵。噂は噂、あくまで噂です。事実は分かりません。徳良俊一といえば、山口百恵の初期作品の作曲家、刺激的な歌詞に対して親しみやすいメロディー、スター誕生の審査員でもあった徳良俊一氏はまさに百恵ちゃんの生みの親育ての親ですね。徳良俊一氏がまさか後にピンクレディーの作曲家として百恵ちゃんと賞レースで対立するのだから面白い。まあ徳良俊一氏本人は敵対心など全くなかったでしょうけど、阿久悠さんが百恵ちゃんと全く関わらなかったのは有名な話。ちなみに堤恭平氏に関しては、以前酒井プロデューサーが百恵ちゃんは重いから発注しなかったと語ってましたけど、多分発注しても良い作品が生まれたと思いますがね。さて徳良俊一氏ですけど、百恵ちゃんの生みの親育ての親の一人なのだから、業界人らしく俺が山口百恵を育てたんだぜなどと自慢しても良さそうな立場ではあるけれど、番組内では非常に謙虚な発言をされてます。山口百恵プロジェクトは我々が彼女に引っ張っていかれた、中略、日本中がその世界に巻き込まれていった。魅力、存在感、引力、百恵ちゃんの持つ独自の世界が様々な人たちを巻き込み伝説を作った。山口百恵ちゃんはまさに戦略を超える存在だったということでしょう。そしてそれを素直に認める徳良俊一氏は偉い。阿木燿子さんや宇崎竜童さんもそうですが、皆さん百恵ちゃんを語るときは不思議なことに謙虚になっている気がします。才能ある作曲家徳良俊一とものすごい存在感のある山口百恵、この二人はやはり運命で巡り合っているのだと、そう思うからです。山口百恵さんは人気絶頂の時に引退し、現在は専業主婦として暮らしています。趣味で始めたキルト作りでは長くキルト作家として活躍しており、現在でもなお芸能界への復帰が望まれるほど人気が高いです。三浦友和さんと山口百恵さんの夫婦関係は40年以上にわたって続いており、喧嘩をしないで仲良く過ごせているようです。また山口百恵さんは専業主婦として家族を支える一方で、パッチワークキルト作りをはじめキルト作家としても活動しています。俳優の三浦友和さんの息子が逮捕されたというデマがネット上に広まりました。しかし実際に逮捕されたのは三浦友和さんの次男である三浦貴寛さんの所属事務所社長であり、息子である雄太郎さんや貴寛さんは何も関与していないことが分かりました。三浦友和さんは昭和のビッグスターであり、山口百恵さんとの夫婦も有名です。引退後は専業主婦となりキルト作家として活躍しています。現在は夫婦仲も良く、長男の雄太郎さんも声優活動をしているため幸せな家庭を築いているようです。三浦友和さんの息子である雄太郎さんと貴寛さんは逮捕されていません。実際に逮捕されたのは三浦友和さんの次男である三浦貴寛さんの所属事務所社長である佐藤幸久容疑者です。デマは三浦貴寛さんの所属事務所社長が逮捕されたことから広まったものでした。
三浦友和さんと山口百恵さんの夫婦関係はとても素敵であり、家族の絆が強いことがうかがえます。今後も三浦友和さんや雄太郎さん、高博さんの活躍に期待したいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。